一ドル紙幣に描かれているプロビデンスの目は、アメリカ合衆国建国の父と、イルミナティが関与する陰謀の証拠であると一部の人々は考えている。陰謀論とは、ある出来事や状況に対する説明のことであり、他に妥当な説明があるにもかかわらず、邪悪で強力な集団による陰謀が関与していると断定するものである。この言葉は、偏見や、 不十分な証拠に基づいて陰謀の存在を訴えているという否定的な意味合いを持って使われることが多い。陰謀論という言葉は単純に秘密の計画を指す陰謀とは異なり科学者や歴史家などその正確性を評価する資格のある人々の間で主流の見解に反対しているなどの特定の特徴を持つ仮説上の陰謀を指すものである。陰謀論は 反証に抵抗し、循環論法によって強化される。つまり、陰謀と矛盾する証拠があったり、陰謀の証拠がなかったりしても、どちらも陰謀が存在する証拠として、再解釈されるため、陰謀論は証明されたり反証されたりするものでは、なく、進行するものとなる。一部の研究者は、陰謀論を信じることは、心理的に有害であり、低い分析的思考能力、 低い知能、心理的投影、パラノイア、および、マキャベリズムとの相関があることを示唆している。心理学者は、通常、陰謀論を信じることや、何もないところに陰謀を発見することは、パラノイアや、スキゾタイピー、ナルシシズム、および愛着障害などの多数の精神病理学的、状態、あるいはアポフェニアなどの認知バイアスに起因すると、考えている。 しかし、現在の科学的コンセンサスでは、陰謀論者の信念は、究極的には、人類の神経学的に制徳的な、認知的傾向に由来しており、深い進化的起源を持っていると考えられているため、陰謀論者の多くは、病理的ではないとされる。歴史的に見て、陰謀論は、偏見やプロパガンダ、魔女狩り、戦争、および大量虐殺などと密接に繋がっている。 陰謀論はテロリストが強く信じていることが多く、ティモシー・マクベイやアンネ・シュベーリング・ブレービクが顕著な例として挙げられる。それと同様に、ナチス・ドイツやソビエト連邦を、およびトルコなどの国家も正当化のために陰謀論を利用していた。陰謀論を同期とする南アフリカ政府によるエイズ否認主義は、推定33万人のエイズによる死者を生み出し、 遺伝子組み換え作物に関する陰謀論は国内で300万もの人々が基金に苦しんでいたにもかかわらずザンビア政府に食料援助を拒否させる原因となった。旧アノンの陰謀論と2020年アメリカ合衆国大統領選挙の結果に対する否認主義は米国連邦議会議事堂襲撃事件を引き起こした。陰謀論はワクチンの接種や 水道水への復活物添加などへの反対を促進しているため、公衆衛生の改善を妨げる重大な障害となっており、ワクチンで予防可能な病気の流行につながっている。陰謀論のその他の影響としては、科学的証拠に対する信頼の低下や、過激派グループのさらなる過激化とイデオロギーの強化、及び経済への悪影響などが挙げられる。 かつてニッチな層に限られていた陰謀論は20世紀後半から21世紀初頭にかけて文化的現象として浮上しマスメディアやインターネットおよびソーシャルメディアなどで一般化した陰謀論は世界中で広まっており一般的に信じられていることも多く中には人口の大多数が信じているものもある陰謀論の流行を防ぐための対策には 開かれた社会を維持することや一般市民の分析的思考能力を向上させることなどが挙げられる。オックスフォード英語事件は陰謀論をある出来事や現象が利害関係者による陰謀の結果として発生するという説、特に秘密にされているが影響力を持つ機関がある説明のつかない出来事に関与しているとする信念と定義している。そこでは 最も古い使用例として、ザ・アメリカンヒストリカルレビューに掲載された1909年の記事が引用されているが、1870年4月には、早くも、紙面で使用されていたようである。英語のコンスピラシーという言葉は、共に、一緒にという意味のラテン語の窃盗事根、及び、呼吸するという意味のラテン語の単語、スペアレに由来している。ロバート・ブラスキュクスは、 この言葉の使用例は早くも19世紀に見られ、その使用法は非常に軽蔑的だったと述べている。アンドリュー・マッケンジー・マクハーグの研究によると、19世紀における陰謀論という用語は、単に陰謀の最もらしい仮説を提案するものであり、そのような仮説は批判されることもあったが、この段階では否定的あるいは肯定的な意味合いもなく使用されていた。 ランスリヘブン・スミスによると、ウォーレン委員会が調査結果を発表し、ニューヨーク・タイムズ紙が陰謀論という用語を含む記事を5つ掲載した1964年以降、この用語は米国内で日常的に使用されるようになったという。なお、陰謀論という用語自体も陰謀論の対象となっており、 陰謀論の支持者を嘲笑の的にすることで人々から信用されないようにするために CIA の工作員によって広められたという主張もある。陰謀論という用語は特定の特徴を持つ仮説的陰謀を指すものであり単純に二人以上の人物が関与するあらゆる秘密計画を指す陰謀とは異なる。例えば陰謀論者の信念には科学者や 歴史家など、その正確性を評価する資格のある人々の間で、主流の意見に必ず反対しているといった特徴がある。陰謀論者は、社会的に迫害されている知識に、特権的にアクセスしているか、あるいは社会的に非難される考え方を、持っているために、公式的な説明を信じている大衆から自分たちは、引き離れていると考えている。マイケル・バーカンは、 陰謀論を、出来事に、上辺だけの秩序を与えるために世界に押し付けられる、テンプレートと表現している。実際の陰謀は、たとえ非常に単純なものであっても、隠蔽するのは困難であり、日常的に予期せぬ問題が発生する。対照的に、陰謀論では非現実的に陰謀が成功することが、示唆され、陰謀の主謀者とされる集団は、 ほぼ完璧に近い能力と秘密主義に基づいて行動できるとされる。事象や状況の原因は複雑な要因や相互作用する要因及び単なる偶然や意図しない結果などを排除するために単純化される。ほぼ全ての発見は首謀者によって意図的に計画されたものとして説明される。陰謀論では首謀者は 極端な悪意を持って行動していると通常は主張される。ロバート・ブラザーテンは次のように説明している。ほとんどの陰謀論で想定されているジャークナイトは私利私欲、汚職、残虐性、犯罪性から生まれる一般的な陰謀をはるかに超えている。想定されている首謀者は単に利己的な意図や異なる価値観を持つ人々ではない。むしろ陰謀論では 善と悪が戦っている白黒の世界が想定されている。一般人は組織的な迫害の犠牲者とされ、首謀者とされる人々の動機は純粋に強靭的な悪に近いものであることが多い。少なくとも首謀者たちは一般市民の基本的な自由と幸福をほとんど非人間的に無視していると言われている。より壮大な陰謀論では首謀者は 我々が苦しむすべての悪事を引き起こし、日常からは想像もつかない、忌むべき、残虐な行為を行い、最終的には、我々が大切にしているすべてのものを堕落させ、破壊しようと目論んでいる悪の化身であるとされている。陰謀論は、あらゆることを対象に主張できるが、特定の対象の方が他よりも、興味を惹かれるようである。好まれるテーマには、有名人の死。 暗殺、倫理的に疑わしい政府の活動、隠蔽された、技術、偽旗のテロなどが挙げられる。最も長く続いており、かつ最も広く認知されている陰謀論には、ケネディ大統領暗殺事件陰謀論、アポロ計画陰謀論、アメリカ同時多発テロ事件陰謀説、及び様々な組織が、世界征服を企んでいるとする数多くの陰謀論などが挙げられる。 陰謀論は世界中に存在する。アフリカの農村部では陰謀論の対象となるのは社会的エリートや敵対している部族及び西洋社会であり、首謀者は魔術や妖術を使って計画を実行しているとされている。一般的な信念の一つに現代の技術はそれ自体が魔術であり、人々に危害を加えたり、 支配したりすることを目的として作られたものだというものがある。中国ではヒトラーの台頭や1997年のアジア通貨危機及び地球温暖化といった多くの出来事はロスチャイルド家によって計画されたものだとする陰謀論が流布されており中国の通貨政策の議論に影響を与えた可能性があると言われている。かつてはニッチな層に限られていた。 陰謀論だが、現在では、マスメディアで、当たり前のように取り上げられるようになり、20世紀後半から21世紀初頭の、アメリカでは、文化的現象として流行してきた。陰謀論を信じ込む、一般的傾向は、党派的、イデオロギー的な垣根を超えている。陰謀論的思考は、反政府的思考と低い政治的自己効力感に、相関しており、陰謀論の信奉者は、 個人の権利に対する政府の脅威を認識し、誰に投票するかが本当に重要であるという深い会議主義を示している。陰謀論は一般的に信じられていることが多く、中には大多数の人々が信じているものもある。現代のアメリカ人の広範囲にわたるサンプルは、少なくともいくつかの陰謀論を信憑性があると考えている。例えば、 2016年に行われた調査ではアメリカ人の10%がケムトレールを完全に真実と考えており20%から30%がやや真実と考えていることが分かった。これは1億2000万人のアメリカ人がケムトレールは本当だと思っていることになるため社会学者や心理学者、民族学者の関心を集めている。陰謀論は ソーシャルメディア上だけではなく、ブログや YouTube 上の動画といった形で、Web 上に広く存在している。Web が陰謀論の普及率を高めたかどうかは、未解明の研究課題として残されている。検索エンジンの検索結果における陰謀論の存在と表現は監視、研究されてきており、検索結果には信頼できる質の良いリンクが、一般的に存在せず、 様々なトピックで大きな差異があることが示されている。陰謀論には局所的なものと国際的なものがあり、単一の事件に焦点を当てたものもあれば、国や地域、歴史の機関全体を網羅したものまで存在する。ジェシー・ウォーカーは陰謀論を5種類に分類している。マイケル・バーカンは陰謀論を3種類に分類している。マレー・ロスバードは深い陰謀論と、 浅い陰謀論を対比させたモデルを支持して主張している。ロスバードによると、浅い陰謀論者はある出来事を観察して、食い物と問いかけ、任意の想定される受益者が、密かに関与していると結論づける。一方、深い陰謀論者は直感から始まり、証拠を探し始める。ロスバードは、後者の活動を、ある特定の事実で、 自分のパラノイアの正しさを確認する行為であると説明している。陰謀論における考えは一般的に証拠ではなく信奉者の信仰に基づいている。ノーム・チョムスキーは学術書の記述や主流メディアによる報告に記録されているような公的機関による長期間に及ぶ公の行動に主な焦点を当てている。制度分析と陰謀論を対比させている。 陰謀論は、制度分析とは逆に、個人間の秘密の連合のような存在を仮定し、彼らの疑われる活動を推測する。また、陰謀論を信じることは、豪説の誤尾などの推論におけるバイアスと、関連している。キングスカレッジロンドンのクレア・バーアチルは、陰謀論を、一般的な知識や、解釈の一形態であると説明している。ここでの、知識は、陰謀論は、 知ることの正当な形態と関係していると考えられることを意味している。正当な知識と不当な知識との関係は一般的に陰謀論が企却する主張よりも近いとバーチルは主張している。ウォーターゲート事件のように複数の共謀者が関与しており、またその正しさが証明された説は一般的に陰謀論というよりは調査報道や 指摘分析と呼ばれる。これに対して、ウォーターゲート事件陰謀論という用語は、陰謀で有罪判決を受けた者が、実際にはもっと深い陰謀の犠牲者だったとする、様々な仮説を指す言葉として使われている。大多数の陰謀論は、比例バイアスや貴族バイアス、及び拡張バイアスなどの認知バイアスを悪用して、弁を浪している。陰謀論は、政治、宗教、 ジャーナリズムのように、提唱者が一般市民から信奉者を集めることができる場合に最も成功する。提唱者は必ずしも陰謀論を信じているとは限らず、世間の承認を得ようとして陰謀論を利用している場合もある。陰謀論的主張は、感情への訴えを介して、国民の一部を納得させるための効果的な、終始的戦略として機能することもある。 一般的に陰謀論は知識の隙間や曖昧さに焦点を当ててその真の説明は陰謀でなければならないと主張することで自己正当化を行う。一方で彼らの主張を直接的に裏付ける証拠は一般的に質が低いものである。例えば信頼性が低いにもかかわらず目撃者の証言にのみ依存し証拠の客観的分析を無視することなどがそうである。 陰謀論は、反証に抵抗し、循環論法によって強化される。陰謀論と相反する証拠があったり、陰謀論の証拠となるものがなかったりしても、どちらも真実の証拠として再解釈されるため、陰謀論は証明されたり反証されたりするものではなく、進行する事柄になる。陰謀論の認識論的戦略は、カスケードロジックと呼ばれている。 新しい証拠が現れるたびに、さらに多くの人々が隠蔽工作に加担しているに違いないと主張して、それらを知りける。陰謀論と矛盾する情報はすべて陰謀による偽情報とされる。同様に、陰謀論者の主張を直接的に裏付ける証拠の欠如が継続していることは、沈黙の陰謀が存在するものとして描かれる。 他の人々が陰謀を発見したり、暴露したりしていないという事実は、陰謀が存在しないのではなく、それらの人々が陰謀の一部であるという証拠として捉えられる。この戦略により、陰謀論者は、証拠の中立的分析から、自分自身を隔離し、疑問や修正に対して抵抗力を持つようになる。これは、認識論的自己隔離と呼ばれている。陰謀論者は、 メディアにおける偽りのバランスを利用した戦略を展開することが多い。彼らは主流派の意見を議論するのと同じ時間を費やすに値する正当な代替的視点を提示していると主張する場合がある。例えば、インテリジェントデザインを推進しており、科学者による陰謀が自分たちの意見を抑圧していると主張する論争を教えろというキャンペーンで使用されている。 ディベート形式で意見を発表する場を見つけられた場合、彼らは人身攻撃を使って主流派の説明にある欠陥を攻撃することに執着し自分の立場の欠陥に関する議論を避ける。陰謀論の典型的なアプローチは当局からのいかなる行動や声明に対しても最も根拠に欠ける正当化を用いて意義を唱えることである。返答は ダブルスタンダードを用いて評価され、陰謀論者を満足させる、即時の返答がなかった場合は、陰謀を証明するものとされる。返答における誤りは、どんなに些細なものであっても強調されるが、逆に他の陰謀論提唱者の主張における欠陥は、一般的に許容される。歴史家のリチャード・ホフスタッターは、1964年のエッセイ、アメリカ政治における、 パラノイドスタイルの中で、アメリカ自然体におけるパラノイアと陰謀論の役割を取り上げている。バーナード・ベイリンの著書、アメリカ革命の思想的起源では、アメリカ独立戦争よりも前の時期に、北米で同様の現象があったことが指摘されている。陰謀主観は、人々の態度と同様に、比較的より、グローバルで、歴史的な種類の陰謀論を分類するものである。 最も広く確認されている陰謀論に関する事実の一つは、ある一つの陰謀論を信じることは、無関係な他の陰謀論を信じることにつながる傾向にあるということである。これは、その陰謀論が、お互いに直接矛盾している場合にも当てはまる。例えば、ある人が、ウサマ・ビン・ラディンはアジトが攻撃される前に、すでに死亡していたという陰謀論を信じると、その人は、 彼はまだ生きているという陰謀論も信じる可能性が高くなる。この発見から得られた結論の一つは陰謀論者の信念の内容は当局によって隠蔽されているという考えよりも重要ではないということである。陰謀士官という言葉は英語では1980年代に学者のフランク・ピーミンツによって広められた。ミンツによると陰謀士官は 歴史の展開における陰謀の優位性を信じることという意味である。陰謀主観はアメリカやその他の地域における多様な政治的、社会的集団の需要に応えるものである。それはエリートを識別し、経済的、社会的な大惨事のために彼らを避難し、民衆の行動が権力の座から彼らを退けられれば、物事は良くなると仮定している。そのため、 陰謀論は特定の時代アイデオロギーを代表するものではない。タイム誌のジャスティン・フォックスは、ウォール街のトレーダーは最も陰謀論に傾倒しているグループの一つであると主張しており、金融市場に関する一部の陰謀論の現実性と、市場の日々の動向に必要な方向性を提供する陰謀論の能力に起因するものであるとしている。陰謀論は、 アラブ世界の文化や政治によく見られる。それには、植民地主義、シオニズム、超大国、石油、大テロ戦争などに関する様々な陰謀論が含まれる。例えば、シオン賢者の議定書は、ユダヤ人の世界征服計画を装った悪名高い議書だが、イスラム世界では一般的に読まれており、ルフされている。ロジャー公演は、 アラブ世界における陰謀論の人気は、無力者の究極の避難所であると示唆している。エール、ムミンセッドは、そのような陰謀論の危険性を指摘している。それらは、真実から遠ざけるだけではなく、自分たちの欠点や問題に直面することからも、遠ざけると述べている。オサマ・ビン・ラディンとアイマン・ザワー・ヒリーは、アラブ世界における、アルカイダの支持を集めるために、 そして他のグループとの差別化を図るためのレトリックとして、米国に関する陰謀論を利用してきたが、彼ら自身は陰謀論を信じていなかった可能性がある。ハリー・ジー・ウエストラは、陰謀論者は少数派として排除されることが多いが、米国の幅広い層が陰謀論を信じていることを一定の証拠が示していると指摘している。ウエストはまた、これらの陰謀論を彫刻家主義や、 宗教的原理主義と比較している。進学者のロバート・ジュエットと哲学者のジョン・シェルトン・ローレンスは、米国における陰謀論の永続的な人気は、冷戦やマッカーシズム、及び権威を否定する、カウンターカルチャーに起因するとしている。右翼と左翼の間には以前として、ソ連の陰謀やウォーレン報告書の矛盾、アメリカ同時多発テロ事件といった現実の出来事を、 利用して、未検証かつ進行中の大規模な陰謀の存在を支持しようとする意思が残されていると彼らは述べている。またウォーターゲート事件は他の陰謀論に正当性を与えるためにも利用されており、リチャード・ニクソン自身は、この事件はロールシャッハテストのインクの滲みのようなものであり、他の人々の根底にあるパターンを埋めてもらうために利用されているとコメントしている。 歴史家のキャサリン・エス・オームステッドは、アメリカ人が、陰謀論を信じがちな三つの理由を挙げている。ウォーターゲート事件、タスキギー梅毒実験、MK ウルトラ計画、フィデル・カストロ暗殺未遂事件など、実際に政府による行き過ぎた行動と秘密主義が、冷戦時代にあったため、ドイツがアメリカに潜入しているという第二次、世界大戦中の主張や、サダム・フセインが、 アメリカ同時多発テロ事件に関与していたとする根拠のない主張などの陰謀論を政府がプロパガンダのために公認した過去があるため、1918年の治安法やコインテルプロ及び赤狩りの一環として反体制派へのスパイ行為や嫌がらせを行ったことによって醸成された不信感があるため、歴史的に見て陰謀論は偏見や魔女狩り、戦争、 大量虐殺などと密接に繋がっている。陰謀論は、テロの実行犯が強く信じていることが多く、ティモシー・マクベイやアンネ・シュベーリング・ブレービック、およびブレントン・タラントなどが顕著な例である。また同様に、ナチス・ドイツやソビエト連邦といった国家も正当化のために、陰謀論を利用していた。陰謀論に動機づけられた南アフリカ政府によるエイズ否認主義は、 推定33万人のエイズによる死者を生み出した。遺伝子組み換え作物に関する陰謀論は300万もの人々が飢饉に苦しんでいたにもかかわらずザンビア政府に食料援助を拒否させることになった。陰謀論は公衆衛生の改善を妨げる重大な障害となっている。健康関連の陰謀論を信じる人々は医学的助言に従う可能性が低く、 代わりに代替医療を利用する可能性が高くなる。製薬会社に関する陰謀論などの反ワクチン的信念はワクチン接種率の低下をもたらす可能性があり、ワクチンで予防可能な病気の流行につながっている。健康関連の陰謀論は水道水復活物展開への反対を促進することも多く、またランセットに掲載された。 MMR ワクチンと自閉症に関連があるとする不正論文のルフにも影響を与えた。陰謀論は幅広い求心的集団や過激派集団の基本的構成要素でありメンバーのイデオロギーを強化し信念をさらに過激化させる上で重要な役割を果たす可能性がある。これらの陰謀論は 極右と極左の両方の政治的過激派の間で見られる反ユダヤ主義的陰謀論のように根本的に相対している集団でさえも共通のテーマを共有していることが多い。より一般的には陰謀論を信じることは極端で妥協を許さない観点を持つことに関連しており、そのような観点を維持するのに役立っている可能性がある。 陰謀論は過激派集団に常に存在するわけではなく、また常に暴力につながるわけでもないが、集団をより過激化し、敵に憎悪を向けさせ、メンバーを社会から隔離することができる。陰謀論は、緊急の行動を要求したり、偏見に訴えかけたり、敵を悪魔化して、スケープゴートにする際に暴力を招く、可能性が最も高い。職場における、 陰謀論は経済的影響ももたらす可能性がある。例えば、仕事の満足感と貢献の低下につながり、その結果として労働者が仕事を辞める可能性が高くなる。また、陰謀論と似た特徴を持ち、生産性の低下やストレスの増加をもたらす風評被害との比較も行われている。 経営者への影響としては、減収や従業員からの信頼の低下、企業のイメージダウンなどが挙げられる。陰謀論は、重要な社会的、政治的、科学的問題から意識を逸らすことができる。さらに、科学的証拠の信用を一般市民から損なわせたり、法的な文脈において喪失させるためにも、使用されてきた。陰謀論的戦略はまた、専門家による、 証言の信頼を損なわせることを目的とした弁護士によって使用されている戦略と特徴を共有している。その戦略には専門家の証言には下心があると主張したり専門家の間で意見が分かれているとほのめかすために発言を提供する人物を探すといったことが含まれる。また陰謀論は特定の状況において社会に何らかの 代償的利益をもたらす可能性がある。例えば、特に抑圧的な社会では、人々が政府の疑問を見抜くのに役立つ可能性があり、政府の透明性を促進する可能性がある。しかし、実際の陰謀は、通常、内部告発者やジャーナリストなど、システムの中で働く人々によって明らかにされるものであり、陰謀論者が費やす労力のほとんどは、 本質的に誤った方向に向けられている。最も危険な陰謀論は、暴力を先導したり、社会的に不利な立場にある集団をスケープごとにしたり、重要な社会問題に関する誤報を広めたりするものである可能性が高い。陰謀論の流行を防ぐ第一の対策は、信頼できる情報源が数多く存在し、 政府の情報源はプロパガンダではなく信頼できるものであるということが知られている。開かれた社会を形成、維持することである。また、独立系非政府組織は人々に政府を信頼することを要求することなく、ご情報を訂正できる。陰謀論に魅了される大衆を減らすための他のアプローチは、陰謀論的信念の感情的。 社会的性質に基づいていることがある。例えば、一般大衆の分析的思考を促進するような対策が効果的である可能性が高い。もう一つのアプローチは、否定的な感情を減少させる方法で対策を講じることであり、具体的には、個人的な希望やエンパワーメントといった感覚を改善することである。 ご情報に直接対抗することは逆効果であることが示唆されている。例えば、陰謀論は不正確な情報を陰謀の物語の一部として再解釈できるため、むやみに反論するとかえって彼らの主張を補強しかねない。また、陰謀論に対する批判を公表することは、結果的に陰謀論を正当化することにもつながりかねない。 この文脈においては、反論すべき陰謀論を慎重に選択することや、独立した観察者に追加分析を依頼すること、そして陰謀論コミュニティの脆弱な認識論を弱めることで、認知的多様性を陰謀論コミュニティに導入するといった対策が考えられる。正当化に伴う効果は、少数の陰謀論ではなく多くの陰謀論に、 反応することによっても軽減されるかもしれない。とはいえ、事実に基づいた訂正を人々に提示したり、陰謀論の論理的矛盾を指摘したりすることは、多くの状況で効果的であることが実証されている。例えば、アメリカ同時多発テロ事件に関する陰謀論の、信奉者に本物の専門家や目撃者の発言を知らせるケースなどが研究されている。 一つの可能性としては、誰かの世界観やアイデンティティに挑むような批判を行う場合、その批判は裏面に出る可能性が高いということが挙げられる。これは、そのような挑戦を避けながら、批判を行うことが効果的なアプローチであることを示唆している。陰謀論が多くの人々に信じられていることは、少なくとも、ケネディ大統領暗殺事件に関する多くの、 陰謀論が囁かれた1960年代から社会学者や心理学者、民族学者の関心を集めている。社会学者のターケ・サリムは陰謀論の政治的性質を明確に示している。彼は陰謀論の最も重要な特徴の一つは社会集団における現実にあるが秘匿された力関係を明らかにしようとする試みであることを示唆している。 研究によると、心理学的レベルでは、陰謀論を信じることは、心理的に有害であったり、病的であることが示唆されており、心理的投影や、マキャベリズムの傾向によって予測されるパラノイアと強い、相関を持っている。陰謀論を信じる傾向は、スキゾタイピーの精神疾患と強く関連している。かつてはニッチな層に限られていた陰謀論だが、現在では、 マスメディアで当たり前のように取り上げられるようになり、20世紀後半から21世紀初頭のアメリカでは文化的現象として流行してきた。ニュースや大衆娯楽の中で陰謀論に触れることにより、陰謀論的な考えに対する需要性が高まり、主流ではない信念の社会的需要性も高まった。陰謀論は分析的あるいは科学的に見えるものも含めて、 複雑で詳細な議論を活用していることが多い。しかし、陰謀論を信じることは、主に感情によって突き動かされている。分析的思考は、合理的かつ批判的な認知を強調するものであるため、陰謀論的な信念を減らすのに役立つことがある。一部の心理学者は、陰謀論に関連する説明は、陰謀論を抱くようになる以前に、保持されていた強い信念である。 可能性があり、内部的には一致していることが多いと主張している。陰謀論を信じる、心理的動機は、認識論的、実存的、社会的なものの3つに分類できる。これらの動機は、社会的弱者や不利な立場にある人々で、特に顕著であるが、陰謀論という信念がこれらの動機へ、対処するのに役立っているようには見えない。実際には、 状況の悪化を招いたり、自暴自棄に陥ることがある。例えば、陰謀論的な信念は無力感から生じるものであるが、陰謀論に触れることにより、自立性と統制の個人的感情は直ちに抑圧されてしまう。さらに、自分の置かれている状況を改善するような行動を取ることも少なくなる。これは、陰謀論には、 多くの不利益な属性があるという事実によって、さらに裏付けられている。例えば、反社会的で、ひねくれた動機に基づいて行動しているとされる他者や、集団に対する否定感、不信感を助長する。これは、疎外感やアノミーの増大、社会資本の喪失につながると予想される。同様に彼らは、社会の重要な側面が邪悪な力によって、 決定されているという無力感につながる可能性が高い視点とともに首謀者に対して無力かつ無知なものとして一般大衆を描いている。それぞれの人は様々な異なる理由で一つの陰謀論を支持することがある。陰謀論に魅了される人の最も一貫性があり実証されている特徴は疎外感や自分が置かれている状況への不満、不幸感、普通とは異なる。 世界観及び無力感を抱いていることである。人格の様々な側面が陰謀論への感受性に影響を与えるが、いわゆるビッグファイブの性格的特徴はいずれも陰謀論の信念とは関連していない。政治学者のマイケル・バーカンは現代のアメリカ文化における陰謀論の用法について論じており、この用語はある出来事を 例外的に強力で狡猾な暴略家が邪悪な目的を達成するために秘密裏に加わってた結果として説明する信念を指すものであるとしている。バーカンによると陰謀論には三つの魅力があるという。この第三の魅力はヨハネス・グーテンベルク大学マインツの社会心理学教授であるロラン・インホーフの研究によって裏付けられている。その研究では 信じている人数が少ない陰謀論ほど陰謀論者には魅力的に映ることが示唆されている。人間性心理学者は陰謀の背後にあるとされる首謀者がほとんど常に敵対的な存在として認識されている場合でも陰謀論者に安心感を与える要素が残っていると主張している。これは人間関係における困難は 人間が作り出したものであり、人間の統制範囲内に止まっていることが慰めになるためである。陰謀団が関与しているとされた場合、その権力を破壊するか、その一団に加わるといった希望につながる可能性がある。陰謀団の力を信じることは、人間の尊厳を暗黙に主張することであり、人間は自分の運命に責任があるということの無意識的な、 皇帝であるとも見れるという。人々は、例えば、社会集団における力関係や、悪の勢力の存在を説明するために、陰謀論を唱える。陰謀論の心理学的起源として提案されている、ものは、投影や、重大な出来事の重要な要因を解明したいという、個人的欲求、及び被害妄想やパラノイアといった、診断可能なものから、 重症のものまでに及ぶ思考障害などの精神障害である。一部の人々はランダムで予測不可能な、あるいは説明のつかない出来事に遭遇した際に不安感から逃れようと社会政治的な説明を好む。バーレットとライアンズによると陰謀論は悪者扱いされた敵を攻撃に対する広大かつ陰湿な陰謀の一部としてでっち上げるスケープゴートの 物語的形態であり、スケープゴートに罪を負わせたものを継承を鳴らした英雄として評価するものであるという。一部の心理学者は意味の探求が陰謀論に共通した動機であると考えている。一度、ある考えが認知されると、確証バイアスと認知的不協和の回避がその信念を補強することがある。社会集団内に組み込まれた陰謀論という文脈では、 コミュニティの強化にも一役買っている可能性がある。非合理的な陰謀論を受容する背景にあり得る動機を探った研究ではアメリカ同時多発テロ事件などの出来事から生じた苦痛と結びついているとした。さらにマンチェスターメトロポリタン大学の研究では妄想的観念を抱いていることが陰謀論的信念の発生を示す最も可能性の高い条件であると 示唆されている。また、これらの非合理的信念への執着が強まると、市民活動への参加力が減退するという、研究結果も出ている。陰謀論を信じることは、不安障害やパラノーや、権威主義的信念と相関がある。哲学教授である詳しいムカサムは、陰謀論者たちは、思考における欠陥があるために、陰謀論を信じているのだと主張している。彼は、 哲学者のリンダ・トリンカウス・ゾグゼブスキーの著書、バーチューズ・オブ・ザ・マインドを引用し、知的美徳と知的悪徳を概説している。知的美徳は健全な検証に役立つが、知的悪徳は効果的で責任のある検証を妨げる。つまり、陰謀論を信じがちな人々は、必要な美徳を書いており、悪徳を有しているという。 東映一部の歴史家は陰謀論には心理的投影の要素が含まれていると主張している。その議論によれば、この投影は自分の望ましくない特性を暴略化に帰属させるという形で現れている。歴史家のリチャード・ホフスタッターは次のように述べている。この敵は多くの点で自己の理想的側面と受け入れがたい側面の両方。 他者に帰属させた自己投影であると思われる。パラノイドスタイルの基本的なパラドックスは敵の模倣である。例えば、コスモポリタンな知識人が敵だったとすると、パラノイドスタイルは知識量で原学者さえも凌駕してみせる。クークラックスクランは司祭服を着用し、成功な儀式と同様に成功なヒエラルキーを構築するという点でカトリックを模倣した。 ジョン・バーチ・ソサエティは、共産主義者の下部組織と、前衛組織を通じた、純秘密作戦を模倣し、敵である、共産主義者に見られるものと告示した路線に沿って、イデオロギー戦争の冷酷な告発を行っている。様々な原理主義的反共産主義者による、十字軍の、広報官は、共産主義の大義がもたらす献身、規律、戦略的創意工夫に対して、 公然と称賛の意を表している。ホフスタッターはまた、陰謀論者が、対象グループに頻繁に帰属させる不徳として、性的奔放があることを指摘し、真の陰謀論者による妄想は、強いサドマゾヒズム的感情を露呈していることが多い。例えば、フリーメイソンによる、虐待の残酷さを危機として、国名に描写していたりするのがそれに当たると述べた。 陰謀論を参考にして制作された大衆娯楽には様々なものがある。大衆娯楽にて扱われる場合、有名なものがモチーフとされることが多い。陰謀論の扱い方には以下のような種類がある。一方で、これらフィクションの陰謀を陰謀論を補強するものとして指摘されることもある。アメリカ同時多発テロ事件以前にいくつかあった。 ビルに旅客機が突入するという情報は事前に計画されていたという指摘に用いられることがある。ありがとうございます。